第6試合スリーダブルランキングマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーランキングリザーバー230パンスアジャーコンクー。赤コーナーランキング第3位155パンス井上隆レフェリー笹崎克美。さあ続きまして、3AA のランキングマッチ、井上貴子とアジャコングの一戦なんですけど、はい、いかがですかこの戦い。そうですね、井上貴子が3位で、先日 10.31 JWP の大阪大会で、はい、今、3AA チャンピオンダイナミカさん挑戦しまして、はい、非常にいい試合やったんですよ、はいはい、なるほど。一方アジャコングはというとそのタイトルを取られてしまったということですね、はい、アジャ本人の希望で出直しということでリザーバーからスタート。なるほど、まあ、アジャコング選手ぐらい の、 あの実績のある選手だったらあれですよね、あのすぐ取り戻せるとは思うんですけどですね、うん、それちょっと注目ですね。このドラゴンスクリューはいいですよ。高子の素晴らしかったですね、はい、ドラゴンスクリューからすぐ膝十字ですか、はい、先ほどの井上恭子選手の試合の時もあのお話出たと思うんですけど、はい、やっぱりあのこれだけの体重を背負ってこうアジャコングが動けるわけですよね、はい、これに対抗するには高子としてはどういう手が考えられますかね。やっぱり足を膝十字とかで肘とか動かさないことですよね。動けなく、まあ、下半身をね、うん、動かすしかないというか。なるほど、その辺は今セオリー通りというか忠実に今実行してるわけですよね、はい、あと、まあ、また関西戦に戻るんですけどね、はい、高くの方とダイナマイト関西がやっぱり戦ったってシングルで初めてだったんですけど、はい、タッグではもう2年以上やってなくてですね、はい、すごく刺激的というか新鮮な試合だったんですよ。あ、なるほど。また高くはそこで新境地をなんか開いたかなっていうのは、はい、しましたよね。あ、だからやっぱり16級、まあ、アジアも同じ16級ですから、はい、高子はまたアジアにどれだけのものを見せられるか。なるほど、はい、まあ、ランキングマッチになってますけど、はい、もうやっぱり井上貴子のチャレンジマッチっていう感じですね。なるほど、ここはやはりアジアが体重を使った攻撃で返してきましたね、はい、地獄好きですか。蹴り一つ一つにしても重いですよね、はい、チャコングという選手の素晴らしいところはレスリングもできるしキックもできるし本当万能型ですよね、はい、いい加減に言わず、この辺は場外戦でダメージを合わせるという、はい、これはやっぱりあのアジャコング選手のあれですよね、テリトリーということですよね。そうですね、やっぱりアジャはやっぱり高子にの試合をさせないですよね。なるほど、あくまでも自分のスタイルっていうか、はい、お気をつけください。そこをやはり高子としてはあれでしょうね、自分のボードを引っ張り込むようなね、大丈夫だと聞けて、そ下がりください、危ないで下がってください。選手に近づきますと危険です、お下がりください。席の中を引きずり回すことで精神的ダメージがかなりあるんでしょうね。そうですね、ただ高子は自信つけてますよね。なるほど、はい、この間の関西戦で下がりください、勝負を提供したというところなんでしょうね、はい、この辺のニュータカコっていうんですかね、はい、その辺をちょっと見てみたいですよ ね、 すね、この試合は、はい、ちょっと攻め込まれておりますけど、やっぱりでも目が死んでませんよね、井上貴子選手は。そういう意味でも燃えてますよ今。あ、はい、なるほど、やっぱり高子としてはこのアジア、堀田、トヨタ、京子、はい、この4人より自分は下だという意識があるわけですよ、はい、あのこの4人をの牙城を崩したいという。なるほど、はい、その、まあ、四天王の一角に井上貴子が食い込めるかどうかというか、はい、そうですね、この辺は力比べでこう両手対片手でしたね。
際の違いっていうのは、はい、まずやっぱりこの怪物パフォーマンスと怪物ファイトをやっぱりセオリーにしてるわけですね。はい、はい、なるほど。だからやっぱり自分のスタイルをやっぱり通してますから。そうですね。やはりこうアジャコムという一つのなんかジャンルじゃないですけど、はい、確立してますよね、この選手は。そうですね。だからある意味では なんていうんですかね、まあ、動物的というか、うん、人間的ではないんですけど。なるほど、はい。で、あれですよね、あのアジャコム選手ってあの見かけによらずクレバーなファイトをするじゃないですか、はい、かなり頭のいい選手ですよね、この選手は。そうですね、やっぱりその試合のテーマとか、はい、シチュエーションとかよく分かってやってますよね、うん、この辺がやはりトップにずっと君臨させてるんでしょうね。はい、5分経過、5分経過、これもう喉元入ってますね。これは息切れて苦しいんでしょうね。ありがとう。ここからどう反撃しますかね、はい、高久の方も。攻め込まれたくないところですよね。やっぱりアジャの技一発一発重みありますんで。なるほど。こうやって大技の後にスリーパーでじわじわスタミナを奪っていくと、はい、なるほど。この辺の組み立て本当に素晴らしいと思います。で、小川さん、やっぱりこのスリーパーもあのあれですね、あの体重を預けて絶対逃げられないような形に決めてますもんね。アジャは割とオールラウンドプレイヤーなんですよね。ですよね。こういう、ね、グラウンドの攻めに、まあ、密着状態になりますと、高岡やっぱり苦しいですよね。うん、やっぱりできるだけ離れて戦わないと。なるほど。高子としてはこう機動力を使いながらこう崩して崩して自分のチャンスをつかむという形ですよね、はいはい、ここが悲しいから、やっぱりウェイトの差ですね。高子は最近ちょっと体重を落としたんですよ、はいはい、あ、なるほど。じゃあその辺はスピードを重視ということなんですかね。まあ、そうですよね。なるほど、はい。95なんですけど、この2人はあのタッグを結成してるんですよ ね。今日は岸子もそういう対決が、まあ、レジある意味パートナー対決みたいなところもあるわけですよ ね。はい、その辺のやりにくさみたいなのってのはどうなんですかね、選手は。まあ、アジャコと高子の場合はあの規制のチームじゃないんです、はい、そこまでの意識ないと思うんですよ。なるほど。これは厳しい。こういう細かい反則もいろいろ使ってきますよね、はい、アジャコング選手は。ワイヤーの入ったロープに喉を打ちつけて、これは今高子としては今チャンスを狙ってる状態なんでしょうね。手数も多いですからね。はい、この辺余裕の表情ですね、はい、アジャコング選手は。ここで、ダイレクトですよね、はい、よく返しましたね今の。
という感じでしたけど、ちょっと高久選手の目がうつろですね。はい、傘もベルトを取られてからやっぱりこれからの出直しっていう、まあ、もう一回このベルトを狙いにいるのか、それとも新しいターゲットがあるのか。なるほど、はい、例えば今回アジャコング選手がこれで勝つとすると、はい、即3位になって井上隆子は4位になるんです。なるほど、で、まあ、井上隆子が勝てば変わらないと。なるほど、はい、3位以内はあのベルトの挑戦権に、ね、なるというか、まあ、これ勝つと即ベルトの挑戦権なんですね。なるほど、これはアジャとしては是が非でも勝ちたいところですよね、はい。体重で潰された形ですから、10分経過、10分経過、10分が経過して、これ何狙いますかね。ボディブレスですか。なるほど、強烈、カウント2で返してきますね。これはやっぱりあの高木選手の粘り強いですよね。やっぱ今年は重量級対策っていうのを高木がテーマに掲げてましたから。はい、なるほど、これはアジャがきつかった。やっぱりそういう意味ではもう今年も終わりに近づいてますけど、その辺でこう実りのあるところを見せてほしいですよね。ですね、勝ち負け度外した、そうですね、やっぱり通じるというところを見せてみたいですよね。はい、受け身の取りやすいという感じだったんですよね。あ、